え、大じゃねえや。12年入られたんですね。そうです、12年。あの、ごまかしてるんですけど、本当は12、13年なんです。でも、キリがいいのは12年から。死者購入しちゃった。なるほど。で、あの、ちょっと聞きたいことがめちゃめちゃいっぱいあるんですけど、答える範囲でやってます、ね。でもね、ほとんど本に出てます。見てください。出てました。あの、まず、聞きたいのが、はい、朝、僕の知り合いというか、はい、あの、まあ、ちょっとさっきちょらっと話したんですけど、なんだっけ、執行猶予1年6ヶ月中に、うん、公務執行妨害しちゃいました。はいはいはい、はい。で、4月16日に第1回公判、うん、これがワンチャン一発で終わるかもしれない。3ヶ月時間空けてるから結構整理されてるんですかな、うんうん、あるんですか、そんな休憩急に。簡単だけ、まあ、覚醒剤やったら使用一発やったら、はい、1回目でも休憩パンって多いです。休憩出てそのまま判決はない、午後から判決とかあるんで。ワンチャンそれがあるかもしれない。ある可能性もある。なるほど。ごめてらね。いや、しかも田舎なんですよね。でも、あ、のんびりされるかもしれないです。2週間後かもしれないですね。あ、なるほど。うん、でも、その頃には大体、うん。でもあれですか、やっぱり1年6ヶ月の弁当中についてたら持ってかれますか、うん、大概、もう無理やろねっていう感じ。無理ですか。でもあれですよ。ダブルが出る時もあるかもしれないです。罪名が違うんで。うん、でも、ごめんね。多分執行後がきついですね。で、その彼は、初めての懲役なんですよ。あ、懲役。初めての懲役に対して、ルミネーは、ちょっと本の中で書いたのがあるんですよ。あの、初めての懲役してる？厳しくすんだってわざと。書かれますよね。厳しいです、厳しいです。泣きが入るぐらい。かなり厳しいですよね。もう来るなよ。もう本当にボロクソ言われる。マジっすか。一回目は楽ですけどね。うん、一回目は楽なんですよね。気持ちが楽なんじゃないですか。先生もなんかまあ、また来たなぐらいで、あの、まあ言っても聞かないともう治らんなぐらいの見方ってされて、はい、だからあんまり言わない。あんまりやらない。1回目はきつい。1回目はきつい。きつい、もう。何、どう違うの？きついって、その、風当たりですか？それとも刑務所自体が処分の処分が、処分が全部つくんです。だから社会で OK なこと、髪の毛ついてるよっていうのでも、これも処分です。で、振り向いたら、廊下とかで歩いてるときに、パッと目が合ったときでも、それも処分です。処分、処分のときはね。はい、まあまあ、類反だったら目が合ったら、よそ見すんなぐらいで終わるんですけど、はい、処分のときもそれをよそ見したときだけでも、処分で、こう、給が上がれなくなって、うん、最悪、仮釈放の時間になるんです。へえ。